友達がうちに来て、キノコを食べたいと言ったよ。今日はキノコの気分だよ。友達がうちに来て、キノコを詰めた何かでスープを作ってくれたよ。友達がうちに来て、キノコを食べたいと言ったよ。友達がうちに来て、キノコを摘む。